おはようございます。今日は8月24日朝5時18分の相場解説になります。ここでちょっとねおさらいをしていこうかと思いますけども、今月はセルで勝つ月になってます。まあ、ですので瞬間的にバイを取りに行くこともありますけども、基本的には1ヶ月を通じてですねセルの方で取っていこうかと思ってるんですよね。まあ月足の方を見て最初ね検証しましたけども、現在は上髭を大きく出してまだ陽線なんですよ。ただこの上髭っていうのがポイントで、上がってもすぐに下がるってことでね、セルが非常に取りやすい場になってるかなと思ってます。もちろんずっと青い棒陰線のロウソク足だともっとねセルで取れたことが如実になるんですけども、これはね月足の連続を見ていただければ分かりますけども、全体的に右下下がりになってるはずなんですよね。右肩下がりに、これを注目して今後の来月とか再来月でも活かしていかないといけないかなというところなんで、私はねこの今年の後半っていうのはこの8月を明けて9月10月11月12月とセルの方でずっと取っていくんじゃないかなと思います。まあですんで月戦略としては月足戦略としてはセルが続いてですね、その中で4時間1時間ではバイで取る瞬間が来るのかなってところですよね。もちろん私が考えているのはバイが十分高まるのを待ってセルのエントリーポイントを探してセルでどんどん打ち込んでいくっていう、こういうふうなねセル戦略になってますけどもね。さあこれから8月の最後の週になってきますけども、どういうふうになっていくでしょうか。それじゃあ画面を切り替えてね、皆さんと一緒にまた見ていこうかと思います。明日はね、カルダナエダの日本上場もあって投資業界が盛り上がっていくんではないかなと思ってますけども、こちらまずはドル円の日足の方いかがでしょうか。日足を見ていただくとですね、チャンネルラインをこういうふうに右肩上がりに引くところと転換が起きて右肩下がりに行っているところが見て取れると思いますね。でそれで特徴的なのはここが頭が揃ってるってことをね申し上げましたね。ここと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 4点で頭が揃ってます。で下の方はどちらかというと開きつつまあ右に向かっているんですが、ここで私は方針を変更して、これがね、横ばいに入ってるっていうような考え方ですよね。さらに言うと、これ4時間以下だと如実なんですけども、収束の方に向かっているんではないかなというふうに感じてるんですよ。で、移動平均線は下に向かったところから横ばいに入りますから、どちらかにブレイクしてね、大きな動きを見せるんではないかなと。私はセルの方に動くと思いますけどもね。で、4時間に移ってみます。4時間は昨日から動きがありまして、ちょっとだけね、上の方に触れてますよね。まあですんで、収束の、このペラントの図形っていうのがちょっと変わります。まあこんな感じになるのかな。うん、まあちょっとね、綺麗にはなんないんですけども、こういうふうな三角形になってくると思います。で、だんだんと横ばいが如実になっていって、どちらかに抜けるっていう図は変わりません。だから上下の振れ幅がね、だんだんちっちゃくなってきたってことなんですよ。上下の幅これ大きいでしょ。次がこのぐらいの大きさになって、次がこのぐらいの大きさになってって感じで、どんどん上下の幅が短くなってるっていうのが見て取れると思います。で、最後1時間なんですけども、1時間は、こことね、ここ、持っていたらこういう風な感じで、まあほぼ横に入ってきたかなと思うんですよね。これがさらに、こちらと、そうですね、こちらを挟んでこの範囲でもしね右の方に横ばいで進むとしたら、これがこういうふうに行くとしたらですね、まあ完全に横に向かうんではないかなってところで、横に向かうようになったらもうブレイクの前夜ですからね、セルのエントリーポイントを探していこうかなと思ってます。まあおそらくセルのエントリーポイントって109円の540あたりにはなると思うんですよ、今はざっくりですけどもね。それから、もしバイの方に進むとしたら、110円の175、ここです。これが、バイのエントリーポイントになるかなと思って、今のうちにね、候補としておきます。じゃあ今日は大まかにですね、バイのエントリーポイントとセルのエントリーポイントを決めましたけども、明日またね、調整していくようになるかとは思います。今日金曜日ですから、明日、もしくは明後日エントリーして、そして、同日にエグジットするか、もしくは、金曜日にエグジットして今週の、まあ、エントリーをね、終わっていこうかと思いますけどね。まあ、横ばいに入ると、はっきり利益は取りにくいです。うん。ですので、横ばいの時は見るのも相場っていう言葉になってくると思うんですけどもね。
まあ、今日はしっかりと見ていきましょう。横ばいがどういうふうな動きを見ていくのか、それとも横ばいにならずにどちらかに偏っていく、そんな動きが出てくるのか、それによってトレンドをもう一回ね、調整し直す、形成し直すってことにもなりかねないと思います。じゃあ今週、今日は結構重要な日になると思いますので、朝、昼、夕方というふうに見ていきます。場合によっては深夜の方もリサーチしていきますね。それでは失礼します。